なんか記念すべき10代目がブラックフライデーで買ったレゴってなかなか面白いですよね。あ、なんかオープンカーといえば、なんか僕の中でセガのアウトラン、あれみたい。皆さんこんにちは、ジェイソンレゴブルダーヒューリーだ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスピードチャンピオンマクラーレンエルバです。はい、今回の動画ではこちらを組み立ててレビューします。はい、今回はこちらを組み立てます。ちなみにこちらは今年のトイザラスのブラックフライデーセールで半額に売られていたレゴスピードチャンピオンです。僕車についてはあんまよくわかんないんですけど、これ見た目の時点でめちゃめちゃかっこいいです。あ、そういえば僕トヨタのスープラとケーニグセグのジェスコを買おうと思ってたんですけど、すっかり忘れてました。あの二つも後に絶版になっちゃうので、いつかは手に入れたいです。で、あとさらに言ったらフェラーリのアルティメットガレージ、あれも結局買えない族ですね。あれ今だったらアマゾンで普通で定価で売ってるので、できたら早めに買おうと思います。はい、箱の後ろはこのようになってます。これが実写版のマクラーレンエルバです。うわ、実写版のマクラーレンエルバめちゃめちゃかっこいいな。で、今回シート席がっつりシールの予感がするな。これタイルパーツだったらありがたいんですけど、おそらくシールだと思います。で、あとどうでもいいんですけど、今回のマクラーレンエルバで僕が持っているレゴスピードチャンピオンは10代目になります。なんか記念すべき10代目がブラックフライデーで買ったレゴってなかなか面白いですよね。で、さらに言うとレゴスピードチャンピオンのレビューがなんと11ヶ月ぶりです。最後に作ったのがランボルギーニウルスとウラカンスーパートロフェオのセットなので、11ヶ月ぶりにレゴスピードチャンピオンを組み立てます。では開けます。はい、箱の中にはパーツが入った袋が全部で3つと、説明書が1冊とシールのシートが1枚です。ご覧ください、このシールの枚数超少ないです。レゴスピードチャンピオンってシール貼るのめちゃくちゃ大変なので、これは超ありがたいです。はい、それではレゴスピードチャンピオンマクラーレンエルバを組み立てます。
はい、まずは組み立てが終わりました。一回組んで分かったんですけど、なんかちょっと個人的にボリュームがなんかないような気がするな。そもそもマクラーレンエルバってオープンカーなので、なんか屋根パーツとかがないとなんかちょっと物足りなさ感があるなでは今からこちらのシールを貼ります。せーので、はい、完成。これがマクラーレンエルバです。おほー、かっこいい。今回のマクラーレンエルバなんですけど、めちゃくちゃ組み立てやすかったです。なんで組み立てやすかったのかというと、まずシールが全然ないことですね。レゴスピードチャンピオンのシールなんですけど、平均20枚ぐらいはあるんですけど、今回は7枚だけでした。めちゃくちゃ貼りやすかったです。で、先ほども言ったんですけど、このマクラーレンエルバはオープンカーとなってます。僕がレゴスピードチャンピオンでオープンカータイプの車を作るのはこれが初めてです。はい、ではまずはこちらのミニフィグから見ましょう。全体はこのようになってます。はい、今回のジャージはマクラーレンになってます。レゴスピードチャンピオンで車のロゴの入ったミニフィグ、めちゃくちゃいいですよね。ただこれ下がちょっとさっぱりしてるんですよね。同じマクラーレンのセナについてくるミニフィグは全身ドライバースーツだったんですけど、今回上だけになってます。ちょっとここが寂しいかなって思います。で、さらにこのミニフィグにはこちらのヘッドパーツがありますので、このように変えることができます。はい、それではマクラーレンエルバを見ましょう。はい、正面はこのようになってます。側面はこのようになっていて、後ろはこのようになってます。タイヤがありますので、このように転がし走行で遊ぶことができます。近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。フロント部分の作り込みも細かいパーツで再現されているので、これは素晴らしいです。正面のヘッドライトは銀色のメタリックパーツになってます。そして操縦席はこのようになってます。このパーツなんですけど、てっきりシールかと思ってたんですけど、ちゃんとプリントパーツでした。操縦席の造形もすごいことになってます。マクラーレンすごいな。ハンドル周りはこのようになってます。ちなみにこれはおそらくカーナビです。このプリントパーツもすごい細かく作ってるんですよね。今まで組んだレゴスピードチャンピオンでカーナビあったっけ？いや、なかった気がするな。あるんだったらギアレバーぐらいですよね。で、ミラーなんですけど、今回は黒パーツ1個になってます。そして後ろはこのようになってます。後ろのこの部分はシールで再現されていて、エンジン周りはパーツ別になってます。この赤いクリアパーツなんですけど、ミニフィグの武器の斧なんですよね。こういう使い方もあるんだ。で、後ろにはマクラーレンエルバって書いてます。で、さらにこのマフラー孔も結構リアルなんですよね。ではこちらのミニフィグを座らせます。乗せるときはこの体型にして座らせます。あ、ちょっとカーナビに当たっちゃうな。はい、乗せてみるとこんな感じです。今までオープンカーじゃなかったんですけど、今回のマクラーレンエルバはオープンカーなので、なんかすごいかっこよく見えます。で、助手席にミニフィグを乗せることも問題なくできます。あ、なんかオープンカーといえば、なんか僕の中でセガのアウトラン、あれみたいで、さらに今回のマクラーレンエルバにはホイールパーツがついてますので、はい、このようにホイールを変えることができます。ホイールを変えてカスタマイズするのもレゴスピードチャンピオンの醍醐味ですね。あ、そうそう、今さらちょっとあれなんですけど、今回のこのマクラーレンエルバのタイヤパーツ、なんとこれタイヤとホイールが一体化してるんですよ。今まではホイールにタイヤを入れなければいけなかったんですけど、それがなくなったので、なんかすごい作りやすかったです。はい、同じマクラーレンのセナと並べるとこんな感じです。うわ、会社一緒なのにこんなに違うんだ。うわ、すごいな。僕が初めて作ったレゴスピードチャンピオンがマクラーレンセナなので、いつかはマクラーレンエルバのような大きさのマクラーレンセナを出してほしいです。次にフェラーリと並べるとこんな感じです。オープンカーじゃないんですけど、なんか個人的にこの2台の形が似てるんですよね。この2台で並べちゃうと、ゲームセンターでよくありがちなアーケードゲームの 1P と 2P に見えちゃいます。では続いては同じカラーのシボレーと並べるとこんな感じです。あ、やっぱ同じ色なので違和感ないですね。あ、それにしてもやっぱシボレーちっちゃいですね。はいそして僕のお気に入りのアイペース E トロフィーと並べるとこんな感じです。あー、やっぱかっこいい。ちなみにこのアイペース E トロフィーが僕が今まで作ったレゴスピードチャンピオンの中で一番かっこいいものです。僕結構フォーミュラカーがすごい好きなので、これは本当にドストライクです。
です。ブラックとシアンが絶妙に合うので本当にこれはすごいお気に入りです。であとはパナソニックのロゴ、これすっごいかっこいいんですよね。ちなみにこれもう絶版になっちゃったので、もし定価以下で売ってあったらもう一個買いたいもう一個買う理由はまあパーツ目当てです。はいいやレゴスピードチャンピオンめちゃめちゃ面白いな。冒頭で話したケーニグセグのジェスコとトヨタ GR スープラが欲しくなってきました。はい、レゴスピードチャンピオンマクラーレンエルバはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンマクラーレンエルバを組み立ててレビューしていました。今回作ったマクラーレンエルバも完成度が高くてとても良かったです。僕は生で実物のマクラーレンエルバ見たことないんですけど、箱裏の写真に近いように作られていてとても良かったです。マクラーレンエルバの完成度はすごい高かったんですけど、なんか個人的に屋根がないのでちょっと物足りなさ感はありました。まあマクラーレンエルバはオープンカーなので、まあこれはもうしょうがないですね。はい。で、動画と全く関係ないんですけど、来年発売されるレゴスピードチャンピオンはぜひホンダの NSX を出してほしいです。簡単に言えば仮面ライダードライブのトライドロのモデルになったスポーツカーです。あれもし出たら僕は1個買います。1個は組み立てて、もう1個は変形しないトライドロンを作ってみたい。はい。来年のレゴスピードチャンピオン何が出るのかまだわかんないんですけど、まあ、ぜひホンダの NSX を出してほしいです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ、ハハハハ。